肉体に肉というと動物の主に筋肉からなる部分のことである。素朴な表現では体を骨と肉と皮などということも多いが、この場合の肉は骨や皮と対比されている。肉は近世に解剖学が発展する以前の素朴な概念であり、現代の学問では肉として研究されるのではなく、もっと細分化した上で研究されている。 現代人があえて、肉という場合は大抵、あえて非学術的な、主に古代以来の素朴な概念枠を提示したい時である。工事園では、皮膚に覆われ、骨格に付着するとの説明を載せている。なお素朴な概念では、消化器官、心臓、脳などは、内臓として区別する方法も、一般的である。肉は、主に筋肉ではあるが、細かく見ていくと、 脂肪組織も含んでおり、血管も通っており、神経繊維も含まれている。これはあくまで現代の細分化された概念体系、分類体系である。現代の概念枠の方は解剖学、動物解剖学、人体解剖学を参照。動物の肉のうち、食用に供するものを日常的には単に肉と呼んでいる。例えば肉屋やスーパーの 肉売り場などで販売されている。こうした店や売り場では、動物の内臓も扱っており、それも、抗議の食肉にあたる。食肉、生肉骨や皮と対比するのでなく、機械と対比する用法である。工学や DIY などでは、比喩を用いて、素材を、肉と例える場合があり、例えば、肉厚は厚みが厚いことを指す。素材が過剰に使われている場合は比喩で、 贅肉と言ってみたり、不要な部分を削ることを、肉抜きなどということもある。また、機械装置の余分な部分も比喩で、贅肉と呼ぶこともある。例えば、レーシングカーなどでも、早く走ることには不要な部分を、贅肉と呼んで、生肉の加工で脂肪を包丁で削るのに例えて、削り取るなどと表現して、設計図から除去したり、不要な機械部品を取り外す。 比喩注釈出典。ありがとうございます。